アップル iPad iPad Air iPad Air iPad Air はアップルが開発、販売していたタブレット型コンピュータで iPad Air シリーズとしては第1世代にあたる機種。発売当初は iPad の第5世代モデルとしてニュースやウェブサイトで扱われていた。2013年10月22日に iPad Air の第1世代として発表された。同年の11月1日に 日本や米国、欧州、中国などで発売を開始した。従来モデルよりも薄く軽いのが特徴で、従来比28%軽量化し、20%薄型化、24%小型化している。CPU は iPhone 5 s と同様に Apple A7 を搭載し、64bit アーキテクチャにも対応したほか、モーションコープロセッサーの M7 も搭載している。 Wi-Fi は従来モデルと同様に 802.11A, B, G, N 対応だが、2本のアンテナを内蔵し、ミモに対応、802.11N での接続時は、最大 300Mbps と高速化される。LTE も広範囲な周波数帯に対応し、当初は Wi-Fi、セルラーモデルは1種類のみ発売されていたが、中国向けの TDLTE に対応した。 ことによって、その対応の違いで、世界的に2種類の Wi-Fi、セルラーモデルが発売されている。日本国内では従来通りソフトバンクと au が対応キャリアとなり、ソフトバンクは全世代で対応していた 2.1GHz 帯と 1.7GHz 帯に加えて2014年以降、開始予定の 900MHz 帯に au は全世代で対応していた 2.1GHz 帯に、 加えて N800MHz 帯に対応している。iPad までマイクロシムだったものが、この世代よりナノシムになった。当初は NTT ドコモでの Wi-Fi、セルラーモデルの取り扱いがなかったが、iPad mini と同様に2014年6月からの取り扱いが決定した。2021年9月現在、iOS12 でのサポートが続いている。ありがとうございます。